のがいい。ワンちゃんのより猫ちゃんの方が可愛いもん。ねえねえ、お兄ちゃんだってそう思うでしょ。そうだよね。ねえねえ、絶対猫ちゃんの方が似合うもん。だからそっちを着たいの。それなのに。そうなの、ねえねえに合うサイズの着ぐるみないんだって。もうこんなの主催者側の不手際。みんな退学。わがままじゃないもん。だってねえねえちゃんと分かってるよ。鬼ごっこするからサイズが合わないと危ないんでしょ。でもねえねえならちゃんとお兄さんできるもん。転んで怪我したりしないもん。だからダメ。じゃあ一回だけ着てみたい。それでねねがちゃんとできたらいいでしょね。あ、重い。着ぐるみってこんなに重いの？ファスナー、背中のとこ、これを開けて。切れないよ。お兄ちゃん手伝って。腕届かない。前が見えないよ。お兄ちゃんどこ？くんくん、お兄ちゃんどこかな？あ、いた。ワン。ふふ、お兄ちゃん捕まえた。これが本番だったら退学。うっちゃなくて退場だからね。うん、ワンちゃんの着ぐるみねねにぴったりだった。かわいいでしょ。ひひひ、軽くてすっごく動きやすいんだ。それにね、ほらお兄ちゃん、ねねの尻尾見て見て。すごいでしょ。こうやってネネの気持ちに反応してこうなるんだって。あ、鬼ごっこもう始まるみたいだね。ネネがみんな捕まえちゃうんだから。はい、捕まえた。退学じゃなくて退場だよ。ん、これ。ひひひ、いいでしょう。尻尾が動くんだよ。ダメだよ。これは